なにこれ、スロット？スタート。はっ。え？なんか嫌な予感がするな。よし、じゃあまあ行きますか。そのうち受け取るわ俺。じゃあまたテレサのおもちゃ箱の中へ。テレサ？ヘイホーのおもちゃ箱の中へ。全然違う種族になっとった。多分ピンク駅はもうあれで終わりなんかな。わからん。左側とかもあったんかな。まあいいや、とりあえず赤の方行こっか、じゃあ。いやでももしかしたら、ピンク右側だけじゃなくて左側がある気がする。左側も見に行こう。ピンク駅へ。出発進行。よし、到着。ピンク駅、ピンク駅に到着。よしよし、来た来た。セーブしとこ。んで？あ、道あるね。何あれ？なんか、炎をまとったやつがおるんやけど。すごいね。いろんな兵法がおるんやね。面白い。かわいい。めっちゃなんかコレクションできそう。何あれ？どういう状態？うわ！なんか撃ってくるんですけど。やめてよ。ひぃ。何兵法なんだろうか。てか何種類いるんだろうか、兵法。え？誰君？兵法なの？なんかめっちゃ、でもここまでか。じゃあこいつ。何君。僕はみんなにグルメ兵法って呼ばれてるのねん。なんかあれやねん。なんて言うん？桃鉄の貧乏神を彷彿とさせる喋り方ですね。でも僕はごく普通の兵法のつもりなのねん。どこもごく普通ではないです。はぁ、お腹が減ったのねん。お腹が減った。もしかしてケーキ必要なのでは？え？もしかしてケーキ必要ですか、ここ。マジか。ちょ、お菓子のもっと、もっと食べた。吐き出した。うべべべべ。食べられるけどまずいのねん。まずいものなんて食べたくないのねん。食べたいものが一番なのねん。こんなもの食べるくらいならお腹が減ってる方がいいのねん。めっちゃ吐き出されたけど。なくなったんかな、今ので。いい具合に減らせた？ちょ、待って。あ、なくなっとる。よし、じゃあケーキ受け取りに行くぜ。待って、この辺にさっき、すごい変な兵法が。あっち側にはどうやって行くんやろ。あっち側行けんくない？よくわからんけど、まあ、とりあえず一旦戻って、青か。一旦戻って、ケーキもらおう、ケーキ。ブルー駅に行きます。よし、到着。まさかの、ただの回復アイテムやと思っとったのに。全然違っとったらどうしよう。では、きっと、ケーキよね？流れ的に言うと。どこやったっけ？キャシーさんのお家。下やった？あ、ここか。ここやわ。よしよしよし。受け取りに来ました、俺。はい、どうぞ。ケーキをもらった。キャシーが作った美味しいケーキ。FP が15回復する。このケーキはね、亡くなったうちのダーリンのハートを虜にした、すごいケーキなのよ。ダーリン以外の人には作らないつもりだったんだけど、マリオちゃんは特別よ。これを食べればどんな人でもメロメロになっちゃうんだから。おー、いいっすね。あら、まあ、マリオちゃん、こんにちは。何かお料理してほしいの？お菓子の素でなんか作れる？お菓子の素。はい。じゃあ、お菓子の素で作るわね。マリオちゃんのために腕に撚りをかけて作るわ。ちょっとだけ待っててね。何作ってくれるんやろ。
お菓子の素とかいうすごいなんかざっくりした感じのものやけど。お待たせ。まあまあかしら。はい、どうぞ。ほう、ケーキやった。一緒なんや。あざす。もらっていきます。まあ、自分用もあるってことでね。あの、グルメ兵法と、私用に。オッケーオッケー。戦闘になったりとかするんかな？でも今からさ、せっかく、ケーキをあげようっていうのに、その後なんか戦いになったりする？恩をあだで返すってことか。嫌なやつだなぁ。いや、まだ何も起こってないんやけど。さあ、ピンケーキ。ちょっと待って。セーブしとこう。何かとセーブするぐらいちょうだい。はい、ピンケーキに行きまーす。お。ピンケーキ。出発進行。よし、到着。さあ、それじゃあ、さっきのグルメ兵法のところにケーキを届けに行きましょう。私へのお礼のはずなんやけどな。なんかこのブロックも可愛いよね。お花。こいつも頭に花ついてるしな。いやー、やめてよ。後ろのプロペラみたいなやつも花やな。ずっと普通にプロペラやと思ってみよったけど。はい、ケーキ持ってきた。おお、甘いケーキがいいのねん。うっとりするようなデコレーションの甘いケーキが食べたいのねん。もうケーキって言ってるやん。はい、どうぞ。おデリシャス、うますぎる。よかった、それは。いなく、なに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 、大丈夫？どうした？キャッホー！なんか落としたよ。なにこれ？なんか取られたものあったっけ、他に。辞書？もしかして。お料理の本をゲット。え？グルメ兵法が落とした本。料理が得意な人に見せよう。キャシーさんだね。取られたものではないってこと。あ、こっち側来れた。なるほど。そういうことか。でもあっち側なんかくるくる回りよる兵法とかなんかいろいろおったんよな。あ、炎をまとった兵法とかもおったよね。いやー、助けてー。なるべく避けていきた。あ、普通にこっち側通れた。来ない。いやー、来たー。そんなに勢ぞろいしなくていいです。助けてー。ギリギリ逃げれてない。おい、よろしくない、よろしくないよ。待って待って待って。はっ、よし、逃げれた。オッケーオッケー。んでちょいと。欲張ったらまたダメなことになる。いやー、来たー、助けてー。え、早くない？めっちゃ走るやん。やだー、絶対いいことないけん。おー、余裕やった。バイバイ。ちゃんと目に見えるけんいいよね、逃げれるか逃げれんかが。あ、なるほど、そこがそんな感じに。え、そういう、治った。じゃあこれでまた戻るんか。いやだな、ちょっと同じところ。あー！まだ失うコインがこんなにあるのか全然気づいてなかったな、あいつ。そっか、ここにも。わー！んと、なんかあのフィギュアにして棚に飾っておきたい感じ、コレクションで。これで次の駅に行けるようになったってことかな。線路がつながったってことは。ああいう状態になってることも知らんかったけど。へえ。なんかレバーがあるけん引いただけやけど、つながったっぽいけん、これでいけるね。セーブ。各駅にセーブあるんかな。
よし、じゃあ次緑か。緑に、いやー、行きましょう。グリーン駅へ連れてってください。出発進行。グリーン駅、グリーン駅に到着。よし、ここはグリーン駅です。兵法が線路を隠しちゃって困っているんです。線路を隠す、全くどうすればいいのか。そういえば右のスロットのある方へ何か本を持った兵法が走っていきましたけど、お、辞書かな。あれも誰かから盗んできたんでしょうかね。でもあっちにある金網をすり抜けてもしない限り兵法を捕まえるなんて無理でしょうね。金網をすり抜ける。お、今回このブルー駅、ブルーじゃない、グリーン駅はあれだね、左側がない。お、これが辞書か。これはとりあえずこれに乗って向こう側。あ、そういう、そういう感じか。なるほどね。え、すり抜けたよ。待って、どういう仕組み？なんかよくわからんけど、普通にすり抜けたん、え、何？どうやってすり抜けたの、さっきの。あ、ここであれか。なるほど、こうなればいい。あいつなんか持っとるぞ。あれ何？ね、君何も、おい。ね、君何持ってんの？何？戦隊ものかい？な、そういう感じじゃない、なんか。よし、全体ダメージでいこう。君たち体力どれぐらいあるんだ？どうしようかな。ピンキーでいくか。え、ピンキー、あ、え？入れ替えてすぐに攻撃できんかったな。あれもなんかバッチ関係しとったっけ？わからん。どこからの歓声が聞こえてんだよ。ピーって。はっ。スーパー爆発。連打か。黒焦げ！これレベル上がったやないの。おっしゃ、来たー。レベルアップってことで、はい、フラワーポイント行こう。よし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 、大事大事。ちょ、コイン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 。で、これ何？読めないメモをゲット。読めない文字が書いてあるメモ。物知りな人に見せてみよう。物知りな人。どの人？何これ、スロット？スタート。は。え？なんか嫌な予感がするな。これ兵法出てくるやねん。やめてよ、いらんって。全然いらんって。くそ、罠かよ。でも他にもなんかいろいろスターとかなんかいろいろあったよね。多分その辺のもちゃんとあるんやと思うんやけど。ね、この上のブロックが気になるんだが、いけんやないか。全くもっていけんやないか。ん？あれはここなんか入り口になったんかな。お、星のかけらゲット。そしてコイン。んで、あれ終わり。ここ次あと上かな。出させてー。あれ出れない。ここか。いいよ。どっから上に行ける？え、晴れたかな。ちょ待って、いけないんですけど。え、全然届かないんですけど。なんだ、どう行けばいいんだい。ちょ、とりあえず、パレッタに変えて、で、そっちに登らせてくれ。あれ？あれ、
これうまい具合に登れる位置になるときないっけ。よっ、ここか。運んでー。よし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 。おフレッシュジュース、フラワーポイントが5回復する、毒などを回復するジュースで、これが辞書だな。これで全部か。辞書をゲット、物知れないキノポンの辞書、持ち主に返そう。よっしゃー、これで全部集まったでしょう、きっと。ここ戻るのもめんどくさいね、なんか。あ、ちょっとさっき大量に出た。ほらー、もう一回ちょっと。ちょっとスタートをさせてよ。もうこれさ、レベーラやっけ。あいつに頼んで次フラワーポイントあげてもらおうとしたら、まああれやん、せっかく上がったあの体力とかも下がるわけやけど、でも多分前回に比べたらそれでも上がっとると思うよね。ねえ、全然スタート押せんねえけど。邪魔だって。こけてた。ちょ、レサレサー。よし。こっちか。私はいない、私はいない。よし、この辺もすごい気になるけど、別に何もないんかな。よし、まあ、帰りましょう。ほい、ということで、ちょっととりあえず今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、なんかあれやな、最初もう永遠に進まんのじゃないかとちょっと思ったんやけどさ。もう一回進み出したら結構サクサク進んだね。よかったよかった。とりあえずもう奪われたものは全部取り返せたんかな。でもまだ一応レッド液が残っとるけん、まあ兵法のおもちゃ箱の中を全部攻略していく必要はまああるってことかな、ストーリー的に。